菊池茂友像、菊池茂友名王2年10月29日は、菊池氏の第21代当主、第20代当主、菊池ため国の着男、子に、菊池ブーン、メラ・重ゲ官位は、14位下。肥後守る。日後,守日後守護。陽名は、藤木久丸、通称は十郎。菊池氏流星記事の当主、竹重より一時取って、茂友を称す。 この変記は、一族の菊池重康とその弟江順、中期府子や宇戸重光も賜っている。一説によれば、父、亀国は、晩年、次男である、竹国に、豊福城を奪われており、亀国の子である重友が、竹国から奪還したとされている。このように父の代から、菊池氏の衰退が始まる中、1466年に、家督を継いで当主となる。 翌年から始まる応仁の乱では当軍に組みしたが、それは表面上のことであり、実際は畜護国などへの勢力拡大を目論み、応仁の乱の勢力争いとは別に事量の拡大を図るが、結局は失敗に終わる。その後は自社勢力の統制に力を注ぐ一方で、慶安玄樹を昇兵して、学問の普及などに努めた。レンガの際にも優れ、 日後の豪族を招いては、連ガ会を開催した。1493年10月29日、45歳で、死去し、後を、着難、ブーンが継いだ。法名はリュークモイン梅屋幸栄。墓地は、玉正寺。大正6年11月10日、13名を送られた。荒井淳一、菊池一族、木沢書店、1943年。 31ページ。ありがとうございます。